こんばんは。こんばんは。こんばんは。ごめんなさい。なんか、いいとんでもないです。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。本日は、アーティスト、ボーイズラブライブ、ボーイズラブライブ展の特別企画として、ご出展作家様であって、いらっしゃいますモモブラックさんのアトリエツアーをインスタグラムのライブ配信にて、行わせていただきたいと思っております。モモブラックさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっとね、皆様がに通知が届いてお集まりいただけるまでの間、ちょっとね5分ほど待ちつつお話ししつつなんかできたらいいかなというふうに思っております。はい、なんかね、モモブラックさんと、あ、ココウメさん、こんばんは。チュリズム東京さん、こんばんは。早々にね、皆様見に来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。モモブラックさんとは、もともと、あれですよね、去年の12月に開催されました、ピカレスクで開催されました、世界の可愛い展でご一緒させていただいたことがきっかけで、今回ね、ボーイズラブ展にもご参加いただけることになりまして、本当にありがとうございます。いい、こちらこそすごい可愛いでもとても楽しかったですし、ボーイズラブ展をやることになるっていうなんかメールが来た時にすごい、はい、もうぜひ参加させていただきたいと思いましたので本当に嬉しい。いや、もうこちらこそ本当にね嬉しい限りでございます。ありがとうございます。あ、キャンママさん、あ、朝木ゆめさん、こんばんは。ありがとうございます。いや、でも本当にね、こういうちょっとなかなか私もこういう機会がないと皆様のアトリエをね見る機会もないので、本当にすごい楽しみにしてました。ありがとうございます。あ、うん、アトリエというまでもないんですけど、まあ一応、はい、そうですね作業場をありがとうございます。わあ、そしたらね早速8時5分になりましたので、改めて、ご挨拶と展示の、ね、ご案内などもさせていただきたいと思います。本日、行わせていただきます配信は、今日からスタートしております。こちらのボーイズラブライブ展の、というですね、今回ピカレスクのホームページ、YouTube、Twitter、Instagram などのオンラインのアカウントを通じて、開催させていただきます企画展ですね。その企画展の、特別企画として、ご出展作家様でいらっしゃいますモモブラックさんのアトリエツアーを行わせていただく、特別企画でございます。ちょっとね一足先にモモさんの作品もねちらりとご紹介させていただきたいと思います。よいしょ、こちらですね。もうちょっと額にも入れてみた、はい。こちらの作品は、タイトル、ノーマルな日々。作品素材は、水彩、マーカー、インク。作家の言葉として、いただいてますのが、同性愛は今でも禁断の愛や特殊な趣味というふうに見られることがあります。ボーイズラブも非日常を描くストーリーが多いですが、ほのぼのとした日常を描くものもあります。そういう至って普通な日々の温かさを描きました。ボーイズラブも同性愛も私にとってはノーマルですという、そういうね、優しいテキストが添えられております。こちらは原画作品となっておりまして、1.5000円プラス税、送料別でのご案内となっております。こちらの購入申し込み受付は明日の夜8時からのスタートとなりますので、ぜひピカレスクのホームページの方でも詳細などチェックしていただけますと嬉しいです。はい。本日はね、こんな作品を、お作りになられましたモモブラックさんのアトリエを、そうしましたら早速拝見させていただいてもよろしいでしょうか。はい、じゃあアトリエツアーということで、はい、じゃあちょっとカメラを変えます。はい、はい、だいたいここなんですけど、はいはい、ご覧の通り、はい、まあ、いかにも作業場っていう感じでちょっと、はい、ごちゃごちゃしてはいるんですけど、はい、まあ、私的にはこういろんなもの、なんか好きなもの、まあ、こうフィギュアとか、まあ、可愛いものとか、まあ、チョロシカドールとか、なんかこう好きなものがたくさん置いてあるのが、まあ、アイデアが湧いてくるので、はい、まあ、こういうごちゃごちゃした感じが好きです。あ、なるほどなるほど、はい、なんかでも本当にで絵のせ、あ、はいはい、あ、どうぞどうぞどうぞ、あ、はい、あ、すみません。で、結構
なんていうんですか、日本語だとこうアナログの絵は多いので、はい、もうこういう感じでもう使う材料とか、うん、使う画材がもうごちゃした感じでもうここに置いてあります。なるほど。はい、で最近ちょっとこうデジタルの絵にもちょっと挑戦してはいるので、はい、そのタブレットがここにありまして、うんうん、でそのための 大きめの、はい、なんていうんですか、モニター、うんうんうん、があります。なるほど。こんなところです。はい、本当にね、今回の作品も水彩、マーカー、インクというふうにね素材が書かれていたと思うんですけれど、なんかねどう、はい、もう本当に、はい、でもなんかすごいあれですね、ごちゃごちゃとおっしゃる割にはすごい片付いていて、なんかすごい綺麗に見えます。なんかすごい几帳面さが伺えるこのなんかあと、まあはい、日本の整理本が割と好きなので、いつもそこからこうアイディアを取っては、なかなかなんかルールも守れずに違う整理本を買って、なんかそんな感じで。日本の整理本が好きだなんてちょっとなんかで整理整頓が似てた私はドキドキしちゃいますけれど、でもそうですオモブラックさんははい、なんかモブラックさんは日本でお生まれになられているイタリア系アメリカ人でいらっしゃると同時に、そのイギリス国籍を保有されていらっしゃるというね、なんかすごく特殊というと変かもしれないですけれど、いわゆるその日本で生まれて日本で育った人々からすると、なかなかその国際色豊かなバックグラウンドをねお持ちなのかなというふうにも思うんですよね。でもなんか、うん同時にあれですよね、今海外アメリカとかですかね、なんかこんまりもすごい流行ってるんですよね。はい、ものすごく流行ってますので、まあ、私まだちょっとこんまりメソッドほどの片付けはやっぱりちょっと自分はできないんですけど、うんうん、まあ、多分本棚を見せればわかると思いますけど、こんまりメソッドはちょっと私には難しいかなっていう感じの本棚。おこのメソッドを知っていたらごちゃごちゃで、あ、そうそう、はい、整理されてる。まあこの部屋は、はい、ちょっと度胸人と一緒に使うので、ちょっと度胸人の机を映さないのにちょっと頑張ってますが、あ、そのためちょっとこう、はい、壁にあまり何も貼ってない、まあ、ちょっとは貼ってあるんですけど、うんうんうん、あまり貼ってないんですけど、本来ならすごいもう壁にもいろんなものを貼ったりして、なんかこう好きな絵とか、はい、へー、なんだろう、はい、こんまりメソッドもういいんだけど、なんだろう、ごちゃも好きっていう、あ、なるほど、生活感があるのが好きだなっていう気持ちもあります、うん、じゃあ本当にそのなんかもうモモブラックさんオリジナルのこう整理整頓術をなんかこうね生み出されるのかなというちょっとねなんか楽しい気づきもありつつはい、そうしましたら早速なんですけれども、お気に入りなどをちょっと拝見させていただいてもよろしいですか。あ、ちょっと今までの作品っていうことですか。あ、お気に入りの画材。あ、画材ですか。あ、すいません、ちょっと聞き間違えました。あ、お気に入りの画材ですとやっぱり、はい、やっぱりコピックマーカーなんですよね。おー、なるほどなるほど、ふん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 、や、こうきれ、やっぱりこう、これこのなんていうんですか、こうちゃう、はい、タイプの中でも、うん、どこですかね、うん、こういうちょっと安めのものなんですけど、すごい描きやすいですし、うん、色をこう混ぜるのもやりやすいですし、私、はい、もう美術大学とかには行ってなくて、そういう絵の勉強はもう独学でしかなやってないので、はい、なんだろう、初心者とかそういう絵のバックグラウンドがない人にとってやっぱり使いやすいものだなと思いながらいつも使ってまして、で近年、はい、多分セリアの 100均でこういうちょっとコピックマークを真似たものが出まして、やっぱ質がちょっと低くなるんですけど、割と使えますので、すごいやっぱりそれが好きで。なるほどなるほど。多分一番の気に入りはこれ、こういう系のマーカーですよね。あと、まあ、コピックじゃないんですけど、はい、これ、この、はい、なんて読むんですかね、レピューム、レピューがすごい使いやすくて、ただ、
ここの色と、うんうん、実際出る色がいつも微妙に違くて、あら、それでたまになんかあの、はい、あら戸惑うことはまああります。ですか。でもすごいですね、独学でここまでのその画材の幅といいますか、ご自身のね制作したい色合いとか世界観を実現する上で必要なものを本当にこうコツコツ積み重ねてきて、これが本当にすごいなんかモモブラックさんのねならではのこう画材のコレクションなんだなと思うと本当に感慨深いんです。はい、あのねやっぱなんかねちょっと全部だもん、はい、持ち運べる用がやっぱり多くて、うん、もう、うん、あのこれなんですけど、これがもう多分ご存知の人も多いと思いますけど、これを開けると、はい、ちょっと片手で開けられるか分かんないんですけど、はい、これを開けますと、はい、こう中がこうなってまして、うんうん、これでもどこに行っても、はい、あの小さいサイズの水彩画、はいはい、が作れます。へえ、あ、じゃあそのお出かけ先とかでもこれを使って絵を描かれたこともあるんですか？あのやっぱコロナ前はそうでしたけど、実はこれを買ってからその外出自粛っていうのがすぐに始まっちゃって、あ、なるほど、なので、はい、本来のこれのこう使い道がまだちょっと発揮してないんですけど、これからの楽しみっていう感じで。あ、なるほどなるほど、そうなん、あとあの、はい、そうこういうのも同じ感じの持ち運べるものとか、はい、これもあの色鉛筆だけを持ち運べますし、やっぱ、はい、なんだろう、はい、小さくてどこにでも持っていけるようなもの、うんうんうん、すぐになんかこうすぐにアイデアがあればすぐにもう書けるようにしたいっていう気持ちが大きいので、はい、それに合わせていろんなものを買ってます。なるほどなるほど、ありがとうございます。なんかあの先ほどなんかその会の際になんか色を混ぜるっていうことをお話しされていたと思うんですけれど、なんかその色を混ぜるっていうのは、はい、そのコピックのペンやその色鉛筆、例えば今回の作品ですとあの水彩マーカーインクというふうにあのこちらの作品の素材としてお伝えっていたと思うんですけれど、はい、なんかそういった絵をこう混ぜながら描かれて、はい、実際画面の上でどういうふうに混ぜて描かれていらっしゃるんですか？そうですね、今回はその、まあ、インクっていうのがもう本当にですね、ちょっと見せますと、はい、何ですかね、多分イラストよりは私あのなんか漫画とかコミックを作るのが好きで、はい、うんうん、なんでそのためにあ、まあ、でもイラストもすごく好きなんですけど、そのためにこういう感じの、うんうんうん、あのこういう感じの何て言ってですかね、日本語で言った G ペン、あ、G ペン、はい、を持ってまして、それでそ の, あの線を、はい、あ、はい、この作品をあの部屋の中でもう本当にここで書きました。今のコメントでご質問が届いたんですけれども、あ、ちょっとねあの、はい、作品のコメントが表示されなくなってしまうのでちょっと、ね、読み上げさせていただきます。この作品は、部屋の中で書いたのですかという、ね、ご質問が届きまして、実際そのお部屋の中で今回のボーイズラブ展の作品も描かれたということなんですね。はい、そうです、すいません。あ、でその、はいはい、絵の黒い線、そのなんかもう本当に周りの線をあの先に描いて、であの塗り絵みたいに後で、はい、色をつけたんですけど、はい、あの多分水彩画だとあんまり線をつけてから色をつけるっていうのは、普段はしな、まあ、スタイルとして普段はしないのかなと思うんですけど、うんうんうん、まあでも、うん、やっぱその水彩画でできるちょっと優しい感じの、うんうん、あの色が好きなので、うんうん、それであの先にこう線をつけて、でその後あのさっき見せた持ち運び用のものと、はい、ちょっとここに見せるかな、見るかな、ここのものもちょっと使ったりして、はい、ちょっと色をつけて、うん、でそれでなんかこうちょっとここは足りないとか、ここはもうちょっとうまく、はい、色をなんかこう、うん、混ぜたいっていうところにコピックを足しましたっていう感じでした。うーん、なるほど。じゃあ最初にそのベースの、G ペンね、すごいかっこいいね、 G ペンを使って
ここの線を描かれて、でその後にすで色を塗って、で最後ちょっとはい、でコピックを塗られたという、そんな描かれ方だったんですね。はい、そうです。例えば、はい、なんですかね、例えば、まあ、多分私の力不足っていうのは大きいんですけど、はい、なかなかその水彩画で、はい、すごいこう暗くてっていうか深い色を出すのが難しくて、なるほど、はいはい、まあ、多分水彩画だけでもっとうまいやり方もあると思うんですけど、うんうんうん、逆にもう気軽にコピックも使って一緒にやれば、もう自分の作りたかった表現もそれだけでも作れるので、なんだろう、こうあんまりにも複雑に水彩だけにこだわらずに、もうコピックも使えばいいっていう感じで、楽しくなるほどですね、作りました。なるほど、はい、ちなみになんかお気に入り色っていうのは、はい、お気に入りの色はやっぱり最近、はい、こういう色です。あーね、あ、見ます、なんかキャップとなんか色違うやつですか。はい、こういう感じの、淡い紫がものすごく好きで、まあ、紫系とか、あとはこんな感じのコラルピンクとか、で、まあ、いろんな肌色とか、そういうのがやっぱり好きで、はい、紫は、そういう淡い色の紫は、まあ、いろんな、なんか深い意味を持ってますんで、やっぱ好きで。なるほど。で、他は、はい、なんだろう。まあ、暖かくて、優しい感じがするので好きっていう、単純な理由、あ、そうなんですね。ありがとうございます。あ、旅人リアさん、はい、こんばんは。ありがとうございます。もしかして、この作品のソファーの部分にも、その紫色って使われていらっしゃるたりするのですか？それは、ソファの部分は水彩が主に使ってますけど、それもその紫に込めている思いでこう描きましたので、はいはい、なんですかね、日本でもこうなのかは分からないんですけど、はい、アメリカで結構こう、実は女性の同性愛者が、はい、こうなんか紫色と関連づけることが多くて、ラベンダーとか。そうなんですね。そうなんです、はい、なのでちょっと自分がこう、まあ、本当この絵のインスピレーションになったのが、自分と付き合っている女性、はい、彼女の経験をもとに描いたものだったので、はいはい、なるほど。なんでなんかこう絵ではもう男になってるんですけど、ボーイズラブ展なので、男になってるんですけど、はい、ちょっとこうなんかインスピレーションが女性同士の、はい、関係ですみたいなことをちょっとだけこうほのめかす感じで、なる、会見に紫を入れた。そうだったんですね。そのアメリカでは女性の同性愛者をこう象徴するような色としてこの紫が使われているんですね。知らなかった。はい、今コメントでもいただきましたが、結構紫は日本ではね、高貴な色、いわゆるそのなんかエンペラーが、はい、ちょっと、はい、なんか本当にその得意な方々しかこう身につけられない色として、結構ね、歴史的にも意味があるんですけれども、ちょっとそれは本当、そうです、はい、知らなかったのですごい発見でした。わー、そうなんです。多分イギリスでも同じような歴史があると思いますけど、まあ、今回それをあまり考えてなかったんですけど、まあ、もう一つの意味付けとして、うんうんうん、なんだろう、こういう関係もそういう高貴な関係であるよっていうちょっとした意味付けもできるかなと思います。なるほど。そのアメリカ、イギリスにおいてそのラベンダー色というものは、その女性同士の愛をこう象徴する色でもあり、同時に桃田さんの作品の中においては、そういったそのいわゆる同性という存在もなんか高貴な存在としてあっていいんじゃないかっていう、そんなイメージでされてらっしゃったということなんですね。そうね、なんか両方あっていいかなと思う。はいはい。いやー、でも本当ね、コメントでも素敵とか、おー、すごい深いっていうコメントが届きましたが、本当ですね、ちょっと、ありがとうございます。はい、本当にね、ももさんにお話しいただくことで見えてくるこの作品の魅力というものが、なんかどん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 増してくる感じがして、
そういう意味だったんですね。なるほどなるほど、はい、あら素敵な。でも確かにこの子が持っている本の色も紫色ですね。結構要所要所。そうなんです。うん。でいて、あの、はい、そういう本が、あの、日本のタイトルわからないんですけど、英語で言いますと、はい、The Color Purple っていう本がありまして、うん、あの、まあ、紫色っていう本なんですけど、はい、まあ、あれは、でもあれは女性の愛っていう話っていうよりは、あの、まあ、そういう話もありまして、あの、多分アメリカにおいての黒人女性の話もありますので、はい、それを念頭に書いたわけではないんですけど、まあ、やっぱりいろんなこう女性とか女性愛とかがあって紫があるっていう、なんかもうアメリカの事情がありまして、でそういうのをちょっとこう絵に隠す気持ちでいろいろ紫を入れました。なるほど。でも本当にね、あ、なんかね、また面白いコメントで、赤と青が混じった色ですしねというね、コメントも。そうですね。うん、象徴的。あ、カラーパープル、原作と映画見ました。コメントも届きました。そうか、じゃあ、そのままですね、カラーパープル。はい、そうです。なんか、アメリカだと、あの、はい、こう高校で国語の、国語？国語かな？国語の授業で読みましたけど、あ、すごいいいあの本なので、まあ、ちょっとボーイズラブとは全く関係ないんですけど、ぜひおすすめです、はい。ありがとうございます。チェックしてみたいと思います。ちなみに、この今回の作品も含めて、そのどういったプロで絵を描かれていらっしゃるんですか？その例えば、はい、例えばその今回なんかボーイスラブ展にご参加くださるとね決まった後に、このこう、はい、この何ですかね、こうこのソファーがあって、こうなんかここに男性が座ってて、もう一人がこう寄り添ってて、ゲームを機を持っていて、本を持っていてみたいな、結構ね本当になんか平和な日常のワンシーンという作品になっているんですけれど、このアイディアといいますか、はい、どういうふうにこう膨らませてこの作品に最終的にたどり着いたんですか？そうですね、実は最初は、はい、あのボーイズラブ展っていうことだったので、はい、あの最初はあの竹宮恵子とか、あの萩尾元尾萩尾のようなあの絵柄で、はい、こう少年を描きたかったんですけど、あのそういうもうザ・ボーイズラブって感じのなんかオマージュみたいな絵を描きたかったんですけど、そうかい、なんか描いてみるとあんまりこう自分の感情がなかなかなんか絵に入らなくて、あんまりいい表現にはできなかったので、じゃあ何を描けばこう自分が自然にこう感情を入れて描けるのかなと思って、でそれで、まあ、よくこう日曜日とか、休日にこう自分とあの彼女がこうテレビの前であのくつろいで、あの彼女がゲームをやったりして、私は絵を描いたりしてっていう、そういうもうこの絵みたいな風景がよく自分の日常にあるので、あのまあ自分が女性なんですけど、そういうまあ同性カップルの普通のあのほのぼのとした日常って、まあ同性でも異性でも男性でも女性でも誰でもそういうような、なんかいい日々があるんじゃないかなと思って、でやっぱそういうなんかこう温かくてリラックスできるようなシーンを描こうと思って描いてみました。なるほど、なるほど。一応私はどちら、あの今質問が届きまして、今ご質問で、ももはグリーンの方ですかというご質問届きました。その、あ、この絵に描かれている。これはですね、あのいつもゲームしているのは彼女の方なんですけど、あの途中でなんかこうこの辺をチュッチュするのは私の方なので、どっちが100%どっちかっていうわけでもないです。なるほ ど。なんか混ざってます。素敵な、ありがとうございます。ちなみにもし下書きですとかスケッチブックなどがはい。あったら、ぜひちょっと拝見させていただきたいんですけれども、いかがでしょうか？はい、ちょっとそのためにちょっと準備しますので、ちょっと少々お待ちください。はい、
割とたくさんありますので、はい、ちょっとあのいいところだけちょっとピックアップしておきました。はい、ありがとうございます。あの、ね、皆様さっきにこちら、はい、こちらが、うんうん、あの割と古くてもうに、ね、2016年に買ったもので、ここに入っている絵も割と古いんですけど、はい、ね、まあ、やっぱこの時からも、はい、まあ、女性同士の絵は絵の方が多いかなっていう感じで、ですけど、あの多分ここでこれが男性同士のなんか悲しい感じのタグ、はい、なるほどっていうもので、なんか、はい、この頃からそのももさんの中にはある種その LGBT 的な観点がすでに終わりだったということなんですか？あ、自分のな、この年から自分の中でそういうそのパーソナルなところで、はい、そうですね、もう割とずっと前から、あ、はい、なるほど、それが作品にもこういうふうに現れてきてるんですね。はい、うん、あのこのページで書いてあるのがこう毎年あの10月にやる、うんうん、あのインクトーバーっていう10月に毎日、うんうん、あの一つの、はい、なんか毎日一つの作品を書いてインスタグラムとかネットにアップしましょうっていうなんかチャレンジみたいなものなんですけど、これはあの確かその2016年に書いた10月のシリーズだと思います、はいはい、なんか SF のストーリーを考えていろんなのを書いてました。そうなんですね。はい、あ、もうで、はい、あ、インクトーバーっていうのが、はい、あのそう、もうちょっとあの英語でインク、うん、まあ墨とオクトーバー、はい、10月を、うんうん、あの一緒にした言葉で、はい、あのこうハッシュタグで探せばもう本当にたくさんの人のこう絵が見られますし、はい、あの本当にもう10月がずっと絵の祭りみたいな感じになって、はい、ただ毎日一つの作品って本当に難しいのでなかなか実際に完璧にできることはないんですけど、あの去年の10月に、はい、おあの今ちょっと落としそうになっちゃった、そうなんです、はい、すいません日本語が、あの、はい、今年じゃなくて去年書いたのがこんな感じで、あの大体はこう色をつけないでもう、はい、白黒の方なんかのチャレンジ、なんかもう白黒だけでっていうチャレンジがあるんですけど、はい、まあ色をつける人も多いので、はい、私去年はできる時は色をつけてアップしてました。これはなんかもうファンタジー図鑑っていうテーマで、はい、あのいろんなのを書いてみました。こんな感じで、おーい、なんかで、はい、はい、はい、こういう感じで、もう本当に全てがちっちゃいんですけど、はいはいはい、もう楽しいですし、あの、うん、G ペンを使うんだったら本当にいい練習にもなりますし、もう割と楽しいです。こんな感じです。なるほど。すごい、でも4年もたくさん作品。あ、すごい、なんか可愛いエイリアンがいる。え、もうちょっとハーフで見ていいですか、はい、すごい、こんな、はい。うん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 。こういう、はい、なんかもう、ファンタジー図鑑で、なんかファンタジーの世界にどういう生物が生きてるのかな、みたいな感じで書いてみました。すごい面白い。え、なんか先ほど、ちょっと じっくり拝見していいですか？なんかもう、あ、ね。はい。あの、ほとんどこれが多分、今、インスタグラムにもアップされてると思いますけど、もうこんな猫っぽいやつとか、はい、これがなんか小さい、なんだろう、木に住んでいる人々とか、ちょっと上のウロノコ近くで見てみたいです。すごい可愛い。こんなのとか、あ、すごい素敵ですね。バイ、素敵すぎる。あ、コメントありがとうございます。そうなんです、はい、私は11月生まれだから今年は何かやってみようかなっていうコメントや、出たインクトーバー挑戦したいけど1日1点は難しいですよね、決まったテーマもありますしという、結構ね、なんかあの知る人と知るというと変ですけどね、はい、結構面白いイベントですよね。あ、でもそれに対してちょっと、まあ、アドバイスじゃないんですけど、私
としてのやりくりっていうか、あの私も1日1点なんて無理なので、はい、去年はあのもう自分個人 の, あのこうゴールとしてあの20個書けば、はい、あの、はい、いいって思って、なので31個じゃなくて20個やれば、はい、自分としては満足しますっていう感じで、あと決まったテーマももう完全に無視しました無視するっていう、あ、はい、そう、まあ、決まったテーマでやるのもありですし、うんうん、決まったテーマでやらなくても OK なので、うんうん、はい、あの本当に何だろう、やっぱそのハッシュタグをつければいろんな人が見てくれるのがやっぱ嬉しいのであの、はい、まあ挑戦したければぜひもう自分にとってめんどくさいとか複雑なルールはもうどんどん取り除いてぜひぜひやってみてください。いいです、自分が開催してないのに言うのがちょっと無責任かもしれないんですけど。いえ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 、すごい、あの自分にとってね、なんか、なんか面倒なルールはどんどん取り除くというところでコメントもももさん、それが、はい、あ、それがあの整理のなんかこう整理整頓もそうですし、うん、なるほど、そっかそっか、ちなみにあのなんか G ペンをなんか使ったところをちょっと見れたりとかってなんかしたり、はい、でも G ペンって G ペンを G ペン使ってるところでも G ペン準備するの大変ですよね。あ、でもあの、はい、片手でも難しいかもしれないんですけど、はい、そうですね、片手で、まあでもやってみますか、ね、大丈夫です大丈夫です、 G ペンはねちょっと危ないですし、あの、はい、そうですね、うん、あ、だ大丈夫です、うん、ですか、すいません、とんでもないです、変なこと言いました、いいえ、先に準備しとけばよかったんですけど、あ、全然とんでもないです、とんでもないです、そうですか、そうですか、え、なんか他のなんか死体みたいなのも拝見できたりするのです、はいはい、ですね、はい、例えば、うん、なんかもう本当にちょっと完成させてないよ、ちょっと見せますと、こんな感じの、なんかこれはなんで完成させてないかって言いますと、はい、なかなかあの手の形が本当に決めれなくて、なるほどイライラしちゃってそれでこのままになりましたけど、なんか多分ファンタジーのストーリーか何かを考えて、うんうん、だいたいただこの角度でなんか迷った女性の表情を描きたくて、それで、はい、他の体も全部描こうとしたらなんか迷っちゃって、うん、そのままになっちゃいました。なるほど。でもなんかももさんの絵ってその日本なんか日本の漫画的なこう風合いもありつつ、なんか欧米のエッセンスといいますか、はい、なんか描き方のこうほなんか何ですかね、技術的な構造といいますか、なんかそういったものがすごく絶妙に織り交ざってる感じがして、なんか本当面白いですよね。見れば見るほどなんかその絶妙。いや。味わいがたまらなく思う、うん、ありがとうございます。何でも、いや、なんか、はいはい、あの多分日本の漫画がすごい小さい頃から好きなんですけど、 あとこれも、まあ、これもやっぱり女性ラブなんですけど、ああまたまた女性ラブですけど、やっぱこういうの多いんですけど、自分が、うんうんうん、あの多分あのアメリカのコミックは小さい頃そこまでは読んでなかったんですけど、はい、逆になんかこう高校とかに入ってから、はい、あので高校に入ってから今までも、うんうん、あのアメリカのこうアニメーションとか、はい、アメリカのなんかコミック業界とかが、うんうん、すごいなんかまた盛んになってて、めっちゃいいものがどんどん出てて、でそういうものもすごく良くて、うんうんうん、あのこう小さい頃から中学校高校までは割ともう日本の漫画ばかり読んでましたけど、うんうんうん、大学に入ってからはアメリカのものとか欧米のものをもっと読むようになって、アニメーションももっと 見るようになって、で多分それでいろいろ混ざったかなと思います。わからないんですけど、そうですね、日本の漫画とかアニメでどういったものがお好きなんですか？まあ、やっぱりその古いもので言いますと、うん、そのあの竹宮恵子さんとか、竹宮あの、はい、違いましたか？名前が、あと、はい、どんな作品書かれてる方ですか？風と木の歌とか、あのあと
でも実は風と木の歌よりは、うん、その SF の方が私は好きで、うん、ただ今名前がすごい出てこないんです。何でしたっけ、すごいいいのがありました。あ、そうなんですね。でもそれがすはい受けた。アニメーションだとどういった作品をご覧になってたんですか？日本のアニメーションだと、はい、あ、でも最近日本のアニメーション最近日本のアニメーションはなんかもう本当に面白いものが、うん、あ、今コメントが来ましたけど地球絵っていう、はい、っていうものでした。はい、あの滝宮恵子先生の地球絵がすごい好きでした。ああの漫画が。そうなんですね。へえ、地球絵ちょっとチェックねしてみたいですね。これは気になります。はい、はい、でアニメーションが、うんうん、あのまあ、子供の頃はやっぱりそのなんかセーラームーンとか、うんうん、あのカードキャプターさくらとか、まあ、ポケモンデジモンだったりが好きで、はいはい、であの、うん、そうですね、最近は多分日本のアニメーションは最近はそこまで見てないんですけど、アメリカのアニメーションで言いますと、あのシーラっていうなんかリメイクがありまして、シーラ、はいはい、うんうんうん、しなんか80年代 の、はい、あのアニメーションがこう最近リメイクされて、でそれがすごいなんかいいもので、あのすごい最近ハマってまして、なんかそういうファンアートもめちゃ書いててそうなんですね、そうなんですね。ちょっと新しい作品もなんかね、はい、多分なかなか日本にいるとわからないし、シーラーっていう作品ですねが今、そう、なんかネットフリックスとかそういうところで配信さしてて、 あの多分日本語版もあるんですけど、まあそんな有名なものではないんですよ。はい、ネットフリックスにあるものです。あ、そうなんですね。あら、すごい。あ、なんか今、あ、ちなみに先ほどのあの作品の地球へ点々点の読みはテラみたいですね。テラ。はい。はい。テラですね。テラです。すごい恥ずかしいです。なんかもう読んだのがすごい前なので、はい、読み方を忘れてしまいました。いや、でもありがとうございます。面白い。あ、なんかコメントで絵を見せてというコメントが取ったけれども、あれはあの、はい、私の知り合いで多分シーラの絵が見たいと思うんですけど、でもファンアートでもいいんですかね。でも多分あの私がいろんなところで投稿しているものなので、あ、そうですか。なんか、はい、そう、まあこういうな、まあ一つだけ見せますと、こういうなんかこうこういうキャラクターがあって、すごいなんか人間関係が面白く書かれているストーリーで、うん、あの子供でも大人でも楽しめるっていう感じのもので、うん、あのあとネタバレにならない絵だと、はい、ネタバレにならない絵はないです残念、ネタバレにならない絵はないので、はい、すいませんでもぜひあのおすすめです。ね、ネットフリックス契約をされている方はぜひ、そうですね、そう、はい、あのはい、そうではない方はまあ別にすいませんなるほど。でもそんなね、ちょっと魅力的なバックグラウンドも見えて楽しいですねももさんって優しさにちょっと癒されつつ、はい、そうか。なんか他にもあったりされるんですか、したか。はい、そうですね、あの、はい、最近、なんかちなみに今回の作品をこう制作されるスケッチなどって終わりなんですか？はい、あ、すいません、もう一度お願いできますか？はい、今回の作品のボーイズラブの作品をこう制作する際のなんか下書きみたいなものって終わりなんですか？あれは実はあの、はい、ないんですよもう本当になんかここにある割とパパッと直接書いて、で、はい、あ、これでいい、これいいじゃんって思って、なんか、はい、パッて いっちゃいますね。あの、本当に下書きっぽいものだと、ちょっと、下書きっぽいものだと、はい、ちょっとあります。これから書きたい、あの読み切り漫画がありまして、それでちょっと準備しているなんかキャラのデザインが読み切り漫画ここにあります。読み切り、そう、ちょっと読み切り漫画をちょっとなんか、まあ自分のなんだろう、その頭の中でこう考えましたので、ちょっとそのキャラのデザインをちょっとこういう感じで書いてて、まあ、あとは手を描く練習さあの、はい、はい、あとは、はい、
そう、それは一人のキャラクターで、もう一人がこんなキャラクターです。うん、どんなそのキャラクター設定なんですか？はい、中学生で、笑顔の子が、はい、この子が田舎の町に引っ越してきてすぐに人気者になるんですけど、うんうん、同じ友達グループのこの子がなんかあんまりその子の話が好きじゃなくて、なぜならその子がなんかもう好きな男の子の話ばかりするから面白くない。だけどなんか徐々になんかこうなんか徐々にそのなんかシーンがなんだろう重ねると、その子が好きじゃないんじゃなくて、はい、その子と友達になりたいのにただその話に乗れないから寂しいみたいな話です。なんかこう中学生の初恋とかその友達関係とか、中学校に入ったらもういろいろ自分との友達の関係が変わるのも寂しいし、もう引っ越したらそれも寂しいしみたいな話。なるほど。なんかこのお話はその今回の作品もね、ももさん の, その個人的な体験をベースに今回のボーイズラブの作品も結構描き出されているのかなというふうに思っていたんですけれど、今回 の, そのコミックもなんか同じようにどこかその、LGBT 的な世界へのこうなんか入り口的な作品にもなっているんですかね。あ、まさにそうで、私もなんか中学校に入ったら、なんかもう本当に、うんうん、本当に友達の話が好きな男の子の話ばかりになって、はい、なんで自分が誰か好きにならないんだって思って、でももうとにかくみんなと話したかったので、適当に悪くはないと思った男の子を選んで、その子が好きっていうことにして、でも必ずもうなんか言葉も交わさないで告白もなん、うん、絶対しないで、ただなんか私も好きな人いるんでみたいな話に混ぜてみたいな感じで、あ、なんか、はい、でそういう経験されてる方は意外と多いらしくて、うんうんうん、なのでなんかそういうような、はい、なんかそういうなんかみんなと合わせられることをみんなと合わせられないことか、うん、それをちょっとなんか書きたいなと思って、でもそのなんか2人がまあでもハッピーエンドっていうか微妙エンドになりますので。あ、そうなんですね。そうなんですね。わあ、ドキドキ。はい、へえ、そうかそうか。じゃあその2人がこう恋に落ちていくというよりかは、なんかそういう本当に思春期のなんかこう女の子たちそういうの葛藤とか、またちょっとその人を好きになる、異性を好きにならなきゃいけないというか、なんかそういう世界の中でなんか生きている子供たちのリアルが描かれるということなんですね。うん、なんかこう本当にちょっと短いエピソードを描いて、うん、描きたいと思うんですけど、はい、でもなんかこうそのまあネタ、まあ読み切りになるのでもう終わりをばらしちゃいますと、そのさんいいんですか、ちょっと待ってください。いやそれはまあでもはいはい、そのまあでもまあ告知という感じで、なるほどなるほど、一つだけの点をばらしちゃいますと、はい、その引っ越してきた子が、うんうん、そのなかなかみんなと話を合わせられない子に、はい、友達になりたくてプラス、はい、実は私好きっていう気持ちわからないんだっていうことを告白するっていうシーンがあって、でその後一つの展開がありますけど、それは言わないっていうことにしましょう。わかりました。ちなみにそっち完成したその漫画はどこで読めるんですか？はい、あ、まだ書いてないんですけど、はいはい、書いたらインスタグラムとかに告知しますし、多分もういろんなもう あらゆるところにアップするかな、なんかもうね、ツイッターとかタンブラーとかにアップするかなと思います。あ、じゃあもうそのももさんの、お持ちの SNS とかのアカウントから自由に見れちゃうってことなんですね。はい、そうです。楽しみです。すごい楽しみです。わー、待ちきれない。やった、ちょっとぜひ皆さんももさんのインスタをぜひフォローしてください。わー、素敵な、お願いします。ありがとうございます。なんかすごい、でも皆さんからねコメントがたくさん届いてまして、へえ、コメントの方をご紹介させていただきます。ね、ちょっと切ない
話を合わせるってやつですね。なんだかとっても勇気づけられる話になりそう。またおそらくその、オクトーバーのやつでも、優しさがピーターラビットのような絵本の挿絵のような感触がありますという、なんか実はですね、そう、私ピーターラビットが大好きで、あ、そうなんですね、ここにあります。寝てる、こうもう飾ってます。かわいい、かわいい、そう、ラビット大好き。あ、そうなんです、ね、そう、やっぱイギリス人ならピーターラビットが好きっていうステレオタイプも良くないかもしれないんですよ。私はそれに当てはまります。でもすごい、私もピーターラビットが好きで、ちょっとピンポイントすぎるんですけど、これをちょっとなんかチラッと見てました。なんかあら、かわいい。いいですね。なんかすごい嬉しいシンクロが、ありがとうございます。そピーターラビットでも、そっか、その世界観もね、終わりなんですね。でもなんか普段あの今日いろいろ拝見させていただいて、そのももさんは、はい、その女性を主に、ね、あの作品の中でも描いてらっしゃるかなという印象だったんですけれども、あの、そうです、はい、今回ボーイズラブライブ展において、その男性を描くという際に何か意識されたこととかっておありなんですか？あ、男性を描くことに対してですか？はい、普段その女性描かれていらっしゃると思うんですけれど、なんかこう、そうですね、はい、男性同士の愛を描く、男性を描くという、その普段とはちょっとこう同性愛というところで本当に大きな括りで見るとテーマ自体は同じだとは思うんですけれど、そうですね、はい、男性となった時にこう何かちょっと変えられたこと、チャレンジしたこと、何かそういったことってございましたか？割と小さいところなんですけど、あの私結構こうあのフリフリ可愛い服とか、あのなんかこう髪型でなんか長い髪を描くのが好きなんですけど、はいはい、ちょっと髪型と服を控えめにするっていうことを意識して描きました。なるあの、はいはい、まあ、もちろんこうフリフリした服が好きな男性もいると思うんですけど、はい、あのまあでも私の友達の中でも割とこうあの控えめの、うん、あの格好をしている人の方が多いかなと思いますし、はい、なのであのその服装と髪型っていうところと、あとはあの、うん、全体的にも体をちょっと丸くじゃなくて、うん、あの なんて言うんですかね、ね、四角い感じでちょっとこう描くのをちょっとこう意識しました。骨張った感じと言いますか、ちょっとこ そうです、筋肉、はい、筋肉感と言いますか、はい、あのなんかもう本当に自分がよく描くのがこういう感じなので、こうなんかもうフリフリ可愛い感じなので、はい、ちょっとそうならないようにちょっと気をつけまして、はい、あとまああの今からもう何年前になるんだろう、うんうんうん、もう8年前ぐらいにはなるんですけど、はい、一時期すごいなんかこうあのボーイズラブの絵をたくさん描いてましたので、当時自分が描いてたような絵をちょっと思い出して、はい、どういう気持ちで描いたかをちょっと思い出しながら、うん、どういう気持ちでなんかこうどういう絵を見て感動してたかとか、はい、それをちょっともう思い出して、はい、あの描いてみました。なるほど、なるほど、ありがとうございます。またね、あの来週同じ時間、来週の、8時から9時にまたあの今回の、ご出品くださいました作品でまたね1時間かけてじっくりいろいろとお話を伺っていければというふうに思っておりますので、ぜひねまた来週の、木曜日ですかね、来週木曜日の夜の8時から9時の配信もあの、ね、ご覧いただければと思います。その際に改めてまた作品についていろいろとねじっくりお話を伺っていければというふうに思っております。いやー、はい、あ、なんかねコメントで、セーラームーン世代かな、可愛らしい方ですね、すごすぎる可愛い絵というコメントがあ、まさにまさにですね、あのそうなんです、そうなんです、ここであります。あ、本当だ、右、はい、左上のやつがセーラームーン、はい、
セーラームーン、あのちびうさがすごい好きでした。そうなんです。でも本当に結構先ほどおっしゃっていたあのあれあれやこれやなんかね、あの セーラームーンとかポケモンとかデジモンっていうので結構ね世代が近いのかなっていうのもちょっと感じていたり。そうですね、もうあの年齢がバレちゃうんですけど、はい、そういうまあアメリカに入ってきたのはちょっとずれた感じだけど、まあでもそこまでずれてはいないので。いやでもね、あの本日あのご出演いただきました素敵な素敵な、ももブラックさんが、ご出展くださいます、本日からスタートしておりますボーイズラブライブ展は、6月の4日本日から7月26日までの間、ピカレスクのホームページ、YouTube、Twitter、Instagram などで、様々なあの動画ですとかコンテンツ配信を行っていく、オンラインで展開するグループ展となっております。ぜひ、ね、こちらもあのお楽しみいただければと思います。本日ご案内させていただきました、こちらのももブラックさんの作品を改めて、ご案内させていただきたいと思います。こちらのタイトルが、ノーマルな日々、ももさんの、コンセプトテキストを、改めて読ませていただきたいと思います。同性愛は今でも禁断の愛や特殊な趣味というふうに見られることがあります。ボーイズラブも非日常を描くストーリーが多いですが、ほのぼのとした日常を描くものもあります。そういう至って普通な日々の温かさを描きました。ボーイズラブも同性愛も私にとってはノーマルです。はい、こちらのノーマルな日々、1.5000円プラス税送料別でご案内させていただいております。一点物の原画作品となっております。購入申し込み受付は、明日の夜8時からピカレスクのホームページから、行うことができます。あの今日ね、本当先ほど本当に完成したての、ホームページの、ね、ご案内もちょっと最後に、ね、させていただきたいと思います。チラッとね、チラチラッと今ね、こちらのピカレスクのホームページを開いていただきまして、頑張れ、こちらの、ボーイズラブライブ展、こちらをポチとしていただきまして、でこちらがその展示概要がここでご覧いただけるんですけれども、よいしょ、ここのですね、下にちょっと行っていただきますと、ここの出展作品一覧というものがありまして、ここをまたタップしていただくと、今回、ご出展いただいております128点ですかね。128点の作品すべてがこのページに掲載されてまして、で、ここにね、あの、ももブラックさんとね、ここに書かれているんですけれども、ここをタップしていただきますと、こちらで、ももさんの、ね、作品を、ちょっとね、私の携帯が遅くて申し訳ないんですけど、ももさんの作品がここにそうですね、現れまして、で、またこの一覧に戻って、上の方に行っていただきますと、ここの購入申し込み方法というのがありまして、この、ここのね、こちらとか、この URL をこうクリックしていただきますと、その詳細のね、どういうふうにしたらこの作品をお求めいただけるかという、情報もね、あの、チェックしていただけますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ちょっとね、店長としての仕事をね、させていただきました。ありがとうございます。また来週、はい、ありがとうございます。また来週の、木曜日の夜の8時から9時にあのももさんとねまた改めて一緒に配信を行わせていただくんですけれども、今日ね皆さんあのあれ本棚チェックはとかね、いろいろあの本棚チェックとかしてないぞって思ってるかもしれないですけど、ご安心ください。来週のまた夜の8時から9時に、作品についてですとか、本日ちょっとご紹介しきれなかったももさんのねアトリエの魅力ですとか、そういったものをまた1時間ねじっくりあのかけてご案内させていただきたいというふうに思っておりますので、ぜひねお楽しみなさってください。なんかね参考資料などもねまた見てみたいところですね。はい、ありがとうございます。特にももさんの本棚とかね、そのインスピレーションを受けているなんかこう漫画ですとか、なんでしょうね。あ、もうたくさんありますね。ぜひ。すごいね気になるところなので、もうねすごいウキウキワクワクでございます。あ、じゃあ最後にねまたあのコメントなどご案内させていただきたいと思います。あ、でもね、作品に対して、優しい気持ちになりますねというコメントや、本当にもう拍手拍手という、普通の日々の優しい時間素敵、
あ、もうね、本当になんか嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。あ、でもね、そう、あの128点っていうね、あのコメントもありましたが、そうなんです。あの、ももさん、ご覧になられましたか、ホームページ。そう、もう本当にすごい素敵な絵がたくさんありますので、もうぜひ皆さん、ぜひぜひぜひ見てください。ぜひ、すごい、もう圧倒されました。あれ、いい意味で圧倒されました。嬉しいです、ありがとうございます。あ、ちなみに、あ、今なんかご質問が届きまして、あの、はい、お気に入りのお絵描きスポットを教えてほしいですというご質問届きました。そうですね、外出できる時は上野公園とかが好きで、 あとやっぱりもう、あの、ちょっとありがちな答えなんですけど、やっぱりカフェ、あの、もうなんかカフェでもう他の人がこういろんな仕事をしている中で自分もなんか集中モードになれるので、ちょっと非日常ほどではないんだけど、自分の家じゃないところになんか行くのが好きだなと思って。なるほど。あと、あの、あ、まあまあでも時間がちょっと、あ、あと何、またまた後ほどあと何分になってますか。あと1分です。あ、そっか。でも、いや、本当になんかあっという間でした。本当に楽しかったです。ありがとうございます。いや、こちらこそ本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、皆様にもご視聴いただけて嬉しかったです。またね、本当にありがとうございますありがとうございます。ちょっとね、あの、ご案内できなかった、ね、ミスティさんもヨンゴさんも見に来てくださってありがとうございます。ちょっとね、コメントくださってたのに、あの、追いつけず失礼いたしました。あ、ミキさんもね、皆さん、フィルモー P さん、皆様皆様ありがとうございました。また来週もね、この時間にぜひお会いいたしましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょっとね、こちらに残り時間が表示されなくてすいません。大丈夫かな。あ、いいえ、じゃあ、はい、こちらの方から、じゃあまた来週、はい、よろしくお願いします。今回はありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。おやすみなさい。ありがとうございます。はい。